野趣あふれる自然の恵みを味わいたい、そう思ったらここはとろろ汁。この番組は中部電力の提供でお送りします。行きつけ静岡ご飯、本日は豊岡とれたて元気村にやってきた。その名の通り、とれたての地元農産物がこれでもかと揃う直売施設。ここに来て必ず立ち寄るのは隣接する日本料理店橋本。お目当ての行きつけメニューは自然薯を使ったとろろ汁。こちらではサバ出汁の味噌汁で伸ばします。橋本の自然薯麦とろ定食、たっぷりのとろろ汁に小鉢やデザートもついたお得感満載の看板メニューです。とろろ汁を麦ご飯に余すところなくかける、口の中いっぱいに広がる旨味はたまりません。完食まではあっという間、つい出てしまう一言が、すいません、おかわりください。